ず不安に思ってた。でもどうしたらいいのかわからないまま雲は流れて、時間は私を待ってくれない定めを知った。いろんなことが起きるような予感はあったけど、立ち向かって突き進む勇気はないんだし、何もかも抱きしめながら外へ踏み出して、知らない人に囲まれてくじける夜が来る。やっぱり私はダメな人だと考えながら、それはそれで自分らしく生きればいいと。私は私だったんだから、日本の道が見えました。私はそこを進みます。心の